土地を買って釣りをしたらどうですか ?100 円で買った土地固定資産税ゼロですからどこまで行っても <laughs> そこで寝ようが食べようが誰にも怒られませんただ地べたで寝てたらねあの暇に食べられちゃっとらんからねまあ少なくとも5万円のね動かない車を買ってきておけばで 帰っておけばいいのお周りさんこれ廃車じゃありません僕の次の住処です永村さんお前ここです最後迎えたいのはいダメだなご近所から苦情が来てんだようん。やっぱよ世間っていうものがあるからよどうしたらいいんですかそうだな <laughs> 俺の管轄 <laughs> 管轄の外の森がなんか買ってくんねえかな そんんなならいいいいですか俺も役職職業柄ねあの通報が来るとさダメなんだよ分かってくれよ分かりましたなんか紹介してくれませんなんかご近所でただの盛り合いませんそうだな駅前不動産行ったらどうだ駅前不動産屋さん行くと そういう物件ありますかあると思うよ。多分。広告って金なんねうのは載ってねえからな。やっぱただ物件ってありますかねあると思うな。廃車、あの、参拝、捨ててありますかね知らねえな。とにかく頼むからよ。俺の管轄から外されてくんねえかな。周 <laughs> りさ。 それじゃあさ、情けも何にもないじゃん。何にもねえって言われてもよ、俺だって女房子供抱えててよ、女子から言われるんだよ、お前行けよあいつどうかしろよ。ですかだな、多分な。じゃあ、ここ畳んでどっか行った方がいいっすかね。なんならよ、これひ、引いてってやんからよ、この車。な内緒で、非番の日に引いてってやんからよ。 どっかあのー、もうつ少しあの人目につかねえよなっでおしたら俺が手を貸しちゃうからそこでまっとうしろって言うんですかまっ、あ、とうしろはま配がよとにかく俺の管轄から外れてくんねえな毎日言われんだよ上司からああ中村行ってこいおまりさんも中村さんえっ 今日はな、中村だけど、昨日はな、鈴木だった。え、おまわりさん。そんなんのあり?。